昨年のインターハイバンタム級のチャンピオンになりましたマスタージムの尾形慎、赤のトランクス。アマチュアでは47戦しまして41勝6敗という素晴らしい成績。現在名古屋工業高校の3年生です。高校生でデビューというのはマスタージムでは畑中さん、畑中さん以来なんですね、はい、そうですか、岐阜出身の尾形慎、岐阜から中学校2年生の時からもうずっとマスタージムに通っておりました。今日がデビュー戦、デビュー戦といっても緊張はしませんと言っていました尾形慎。あっと折れた、まるで辰吉のようにぐるぐると腕を回しました。なんとか立ち上がりました鈴木圭介、こちらの方もデビュー戦です。もう一気に行くんでしょうか、すごい勢いです。愛知県勢としては48年ぶりのインターハイのチャンピオン、中勢としても24年ぶりのチャンピオン、大物ルーキーのデビュー戦。アマチュアでやっていた時にはどちらかというとその打たせないボクシング、うまいボクシングをしておりました尾形慎。しかしながら畑中さん、はい、意欲的ですね。そうですね、もう最初から飲んじゃってますからね、はい、もうこの試合のために髪もちょっと伸ばしまして、そして青ひげまで蓄えています。尾形慎が一気に行こうというところ、まだ18歳です尾形慎、いきなりダウンを奪いました。振り下ろすような身のストレート、おっと倒れました。もうここで止めております、ノックアウト。強い勝ち方をいたしました尾形慎ですが、ちょっとずるっとロープから落ちそうになったところは、これはご愛嬌というところでしょうが、しかし素晴らしいデビューを果たしています。慶応勝利を飾りました尾形慎選手です。おめでとうございました。ありがとうございました。インターハイチャンピオンの名を引っ提げてのプロのリングの登場でした。まずこのリングに立った気持ちから聞かせてください。あ、気持ちよかったですね、はい、その気持ちいい内気持ち通りの内容もスッキリとした試合でした。全然もうなんか一回倒したらもう全然ダメですね、0点ですね、はい、これで0点ですか。あ、もう全然ダメです、もう慌てちゃって、もうまだまだ未熟者ですね、はい、でも2度ダウンを奪って見事の KO 勝利、この結果についてはいかがですか。いや、もう結果は結果ですけども、内容が全然伴ってないもんで、もう全然ダメです、はい、また今度またお越しください。これからの夢を聞かせてください。世界チャンピオンになりたいんで、みんな応援してください。見事デビュー戦 KO 勝利飾りました尾形慎選手でした。もう一度大きな拍手をお願いします。